はい、どうも、チャスです。というわけで今回も8ナやっていこうと思います。ということで、今回ストーリー動画でございます。はい、まあここ最近ね、僕が見れてなかったストーリーを、皆さんに付き合ってもらいながら見ていくっていうのをやってたんですが、まあちょっと見てないのもあるんですが、ちょっとね、今来てる最新のストーリーをね、今日は、見ていこうかなと思います。はい、ということで今回はこちら、夕暮れを絶つ昇級というストーリー見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラナイン。はい、ということで、今回はですね、こんな感じです。新1年生が入部し、しばらく経った頃、本校の投手陣の練習にも熱が入っていくっていうところで、1年生が入ってしばらくしてからのお話になってるっていうのと、今回は投手陣のお話になってるみたいです。はい、ちょっとこれはね、僕的にはめちゃくちゃ楽しみにしてました。うん、まあやっぱりね、推しの野崎が、出てくるのかなとか。でまあ投手陣ね、今結構面白くて、それこそ野崎とそらちゃんのエース、ダブルエースなのか、どっちかがエースになるのかみたいなところもあるし、で直江とかね、花山とかの、成長とかも見れそうやし、であとは水浦ちゃんもね、投手できるっていうところなんで、まあその辺のね、描写もあるんかなとか思ったりしております。はい、なので結構楽しみなところがね、いっぱいあるんですよ。はい、で8話まであるんで、前半後半に分けようと思います。で今日は4話まで見ていって、次回ね、第5話から見ていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあもう1話から見ていきましょうか。4月中旬、1年生が入部してしばらく経った頃。それじゃあ、じゃんけんポーン。なんだ、じゃんけんしてるぞ。ああ、投手陣ね。あ、水浦ちゃんもやっぱ入ってるわ。あいこです。もう一回ですね。ちょっとちょっと、全員グーだなんてみんな力みすぎじゃない？運命を決するじゃんけんですからね。私も遠慮はしません。さあ、やりましょう。本校投手5人おるって結構、あれやな、熱いよな。1年生からも投手ちゃんとね、いてくれるっていうのは嬉しいよな。やってるな。お、キャッチャー陣ね。先輩、そらちゃんたち一体何してるんですか？それがさ、今日の自主練習で誰がマウンド使うのかじゃんけんで決めるらしいよ。じゃんけんなんやな。なんか先輩の優先権とかないんや。ちゃんと後輩も入れて平等にやるのいいですね。そっか、水原さんも含めて投手は5人。でもマウンドはたった1つしかないですもんね。あ、そうなんや。なんか練習場のマウンドみたいな作られへんのかな、ブルペンみたいな。あ、それはあるんか。またでもマウンドとブルペンはちゃうかったりするもんな、きっとな。そうだね。そうそう、もちろん投球練習は他のところでもできるけど、マウンドとはまた勝手が違うからさ。きっと吾妻さんたちはみんな実戦並みに本気で練習がしたいんだろうね。じゃあ2回戦じゃんけんポン。だからさ、日替わりでさ、じゃあ今日私やるわ、じゃあ次先輩お願いしますとかさ、なんか そっちのが良くない？なんで毎回じゃんけんしてんのこれって。やった、勝ちました、勝っちゃいました。そして最年少が勝つという。それにしても5人全員自主練習して帰るつもりなのがすごいね。そらちゃんたちが練習に燃えてるのはいいことですけど、それにしても、あ、自主練やからもう争奪戦なんや、マウンドもね。じゃんけんだなんて雑すぎるわよね。お、鈴若来たよ。くっそー、今日は絶対に牽制の練習しようと思ってたのに。少しお貸ししましょうか。優しいな。マジか、いいのか水浦。あ、ちょっとダメよ、せっかくじゃんけんで公平に決めたんだから。うん、そうっすよね。投手のみんな少しいいかしら。お、どうした鈴若、どうしたんですか鈴木先輩。公平なのはいいことだけど、大事なマウンドを使う機会をじゃんけんで決めるというのはどうなのかしら。それはそうやんな。やっぱりローテーションとかしたらどうって思っちゃいますよね。確かに、それは思ってました。思ってたんかい。そらちゃん、負けたからってそう言い出すの子供みたいで可愛い。言われてますよ。おい、こら、聞こえてるぞ千代。うわ、びっくりした。吾妻ちゃんと桜田ちゃんはいつもあんな感じだから気にしなくていいよ。そろそろ撫でようかと思います。冗談は抜きで、もっといい方法があると思うの。
何よりできるだけ毎日全員がマウンドを使って実践的に練習してほしいの。捕手のみんなもそう思ってるわよね。そうだね。そうだね。なんといってもうちの強みは投手が豊富にいることだから。皆さんやりたいことがあると思うので、試合に出た時に後悔がないようにたくさんマウンドで練習してほしいです。お、椎名ちゃん持った。あ、じゃあさ、自主練とはいえローテーションするってのは昼練の時と同じようにかっちりさ。まあそれが一番良くない？うん、椎名の意見に賛成ですね。そうね。その上でブルペンとマウンドとロードワークと交代で回していけば効率的になるはずよ。マウンドを使う時間は短くなりますが、でもその方が集中力が上がりますし、まあしっかり準備できるしね。あ、今日私マウンド使えるわとかさ、あ、今日は使われへんから違うことしようとか事前に決めておけるじゃないですか。うん、だからローテーション絶対いいと思うよ。実際の試合みたいなイメージで練習できますね。はい、はい、それじゃあ決まりね。どうせなら捕手陣もローテーションして練習しましょう。幸いうちは捕手のメンバーも豊富だから。そうやんな。キャッチャーいっぱいおるもんな。あの私誰か先輩について勉強してもいいっすか？もちろん、積極的でありがたいわ。あ、いいね、いいっすね。1年生早速ローテーションの割り振りを決めましょう。リンさん、ちょっと協力してもらえるかしら？任せてください。はい、お任せください。そういうのを組むのうまそうですね、リンちゃん。しゃあ、やる気出てきたぜ。てかさ、なんか誰もローテーションでやろうと飯田さん感じさ、投手陣なんか脳筋多いんかな。なんかちょっと頭いいやつおったらさ、いやローテーションの方が効率よくないってなりそうやけどさ、全員が全員さ、じゃあけーポーンってやってるのちょっとアホやでな。よかったですね、吾妻先輩。ああ、でも気合い入れないとな。こんだけ捕手の先輩たちに協力してもらうんだから。まあそれはそうやね。そうですね。いいですね。はい、ということで1話見ていきました。まあ投手陣もしっかりと気合入ってるよっていうところですね。じゃあ2話見ていきましょうか。8月のシンデレラナイン。お、水浦ちゃんね、早速やってますよ。まあこの子も結構積極的にピッチャーとして描いていくんかな。どうなんでしょうね。ナイスピッチ水原さん、もう少しペース上げてみる？はい、はい、試合と同じようなテンポ感でやってみたいです。水原、相変わらずいい球投げますね。しかも投球ペース上げても全然フォーム崩れないのがまた。ふっ、お、ナイスピッチ。ゆきちゃん、ナイピー。こっちもシュバッとペース上げてこう。はい、吾妻さん、ごめんなさい、何かおっしゃいましたか？いいね、集中してるね。別に何も言ってないっす。チオ、私もガンガン投げてくぞ。うん、私は準備万端だよ。水原さんもレギュラー争いに加わってきたら、私たちもうかうかしてられませんね。えい。そうやんな、経験者やもんな水原ちゃん。いやいや、誰が加わってもエースの座は誰にも譲る気はないっすよ。それとりゃあ、吾妻がもうエースって思ってる感じが吾妻っぽいよな、なんか。エース、そうですね、私もエースになる気持ちでやらないと。話聞いてました先輩。聞いてました。誰がこのチームのエースピッチャーになるか競いましょうという話ですよね。いいね。なんか野崎もこう自信が出てきたというか、なんか余裕あるよね。うん、今までやったらさ、ちょっと一歩引いた感じやったと思うんですが、もうガンガンいってますよね。うん、よーし、わかりました。望むところですよ野崎先輩。いいね、ここの競い合い、やっぱ描いてくれたね。さあ、直江ちゃんもちょっと気になるね。そろそろブルペンと交代の時間で。あ、大丈夫か？鈴木さん大丈夫ですか？ドリンクどうぞ。ありがとう。ロードワークは無理して私のペースに合わせなくてもいいんですよ。いえ、せっかくだから一緒に走りたいの。捕手は投手と息を合わせるのが仕事だから。あ、いいね、さすが鈴木さん、心強いです。おりゃー、えい、あ、いいですね。バチバチや。うちのエースたちも随分気合が入っているようね。あ、第三者からすると野崎も吾妻もエースっていう感じなんやな。ダブルエースっていう感じがやっぱり。はい。あ、直江どうした？
直江さん、今日はどんな練習にする？ローテーションになった以上は時間は無駄にできないけど。それなら私、変化球をもっと磨きたいです。そやな、どっちかっていうとうちの投手陣はね、ストレート、マガツマも結構ストレートで、で、ツーシームという感じやから、で、野崎もね、ストレートでガンガン押していくっていう感じなんで、まあ、アンダースローの直江ちゃんが変化球でね、こう個性出していくのはいいんじゃないでしょうかね。変化球、なるほど。吾妻さんや結城ちゃんと違って私には球威がないです。でもアンダースローの投手としてもっと相手を翻弄できればいいなって思うんです。いいわね、これだけ投手が多いチームだから個性を伸ばすことは大事だと思うわ。あ、同じこと言ってる鈴若と同じこと言いましたね。僕、それなら変化球も練習しましょう。ただただどうした？若さん、直江さん、そろそろ交代です。ありがとう。ありがとう。それじゃあ直江さん、肩慣らしから始めましょう。あ、何か言おうとしてたけど何なんだ？それが気になるな、ちょっと。それから、ん？今日は重点的に高めの球を練習するのはどうかしら。お、高めの球ね。なるほど。高めですか。ええ、直江さんの投球を最大限に生かすなら必須の練習になると思う。アンダースローで高めやったらめっちゃ浮き上がってるように見えるもんな、多分。春大会の時からずっとそう思ってた。お、ちゃんと見てくれてましたね。春大会、うん、2回戦で投げた時のこと覚えているでしょ。あ、2回戦で投げてたんや。あ、回想入るんちゃん、これ回想パターンじゃないの？春大会の様子見れるんじゃないですか、これ。はい、ということで、じゃあ2回戦の直江の投球の様子見ていきましょう。これで全然ちゃうかったらおもろいけど。8月のシンデレランナイン。うん、2回戦で投げた時のこと覚えているでしょ。はい。なんか直江的にはあんまり良くない思い出なんかな。ちょっと落ち込んだように見えるけど。春大会の2回戦、貯水南水産対成城高校。2回戦で成城やったよな。 2-3 低め、よく見てるな。カーブで外に逃がしてもかわされそうならいっそ。こんなのはどうよ、相手はパワーヒッター、勝負どころだよ、たゆちゃん。さあ、直江の投球ですね。インハイ一発は怖いけど、確かに目付けは低めな気がする。1点差、試合も中盤、ここは絶対に抑えなくちゃ。えい、さあどうだ。甘い、ふっ、あ、東堂に打たれちゃったんか。よっしゃ、ホームランだ。これで追いついたぞホームラン打たれてる。どんまいどんまい、たゆちゃん、カチッと切り替えていこう。ああ、直江が、ごめんね、ごめんね、私の配球もうかつだったよ。次のバッターは低めを丁寧に攻めていこう。はい、ごめんなさい椎名さん。なるほどね、そういうことがあったんだ。結局低めに集めようとしている私の考えも相手に見透かされてフォアボールに持ち込まれてしまいました。そうね、直江さんの低めの球は一つの強みだけれど、時に高めの球も織り交ぜて相手を揺さぶることができなければせっかくの強みを生かせない。まあそうやんな、低めばっかり投げてたら低めばっか狙えばいいもんな。だから今直江さんがやるべきことは変化球よりもインハイの球の精度をきちんと上げておくことですね。そう、鈴木さん、何でもお見通しなんですね。スタンドからだとよく見えるの、チームメイトのプレイも、それから悔しさもね。鈴木さんたちが支えてくれたからこそ、その悔しさにも立ち向かえるんだと思います。改めてお願いします。これからの練習、一緒に付き合ってください。もちろん、とことん付き合わせてもらうわ。ああ、なんかあれやな、野崎と鈴若じゃないっていうのはちょっとなんか、勝手にやきもち焼いちゃうな。直江の方行っちゃったってなりましたね、僕今、鈴若に対して。まあでも高めにね、いい球投げれたらね、マジで直江ちゃんまた一段と強くなるやろな。いいわね、高めはちゃんと攻めれてる。今度はもっと内寄りで。わかりました。いいね、直江、直江先輩、どんどんいい球になっていきますね。若ちゃん、うまく伝えられてるな。うん、
私も見習わなくちゃ。まあ確かに鈴若伝えるのうまいよな。まあ変化球も確かにいいと思うけど、まあまあそれと並行してあの高めの球もやっていこうよっていうね、あの否定せずに提案していくタイプの、あの一番いいタイプのね伝え方ですよね、うん、いやいや変化球なんかより高めやった方がいいでなんて言うか言い方したら悩ますもんね。いやうまいわ鈴若、さすが。大丈夫かい直江さん、そろそろ休憩する？いえ、まだマウンドを使えるのでもう少し粘りたいです。それなら一つ提案があるのだけど。お、もっとリリース位置を下げるように意識してみるのはどうかしら。おお、リリース位置をただでさえ低いやろうにもっと下げていく。リリース位置を？ええ、そうすればアンダースローという投球方法をもっと活かした球になる。もうあれやんな、誰やったっけ、渡辺とかやったっけ、ねえ、いましたよね、サブマリンの。めちゃくちゃもうなんかたまに地面吸って砂ぼこり巻き上げながら投げるピッチャーいましたよね。ものすごく低い位置から放たれるインハイなら長打を狙う打者の意表をつくことができるわ。確かにな、ものすごく低い位置。わかりました、意識してみます。わあ、これで直江覚醒したらすごいな。鈴若ってさすごいよな。確かにその野球のプレイ自体はね劣るかもしれへんけど、このサポート面が強すぎるんよなマジで。だって野崎も言ったら育て上げてくれてるじゃないですか。でさらに直江のねいいとこも引き出そうとしてるし、で現になんかうまくいきそうやしね。ちょっと鈴若最高やなやっぱ。ふう、うまくできるかな。いいわよ、投げてみて。さあどうだ。うん、そういう感覚で、ただもっと低く生きるんじゃない。それこそ地面に指がつきそうなくらいにいやマジ危ないよな、ワンチャン突き指しそうじゃないそれって。怖いよな。地面に。ええ、コントロールのこともあると思うけど、まだ萎縮してるようにも見えるから、今はとにかくリリース位置に集中しましょう。はい、はい、もっと下から打者の意表をつくような。おりゃあ、もうめっちゃ低いんじゃん。いいわよ、続けて。いいね鈴若、最高です。ということで第3話見ていきました。これで直江が覚醒してくれたらすごい嬉しいな。俺的には結構あの投手直江推してるんで、僕実は密かにね。なのでブルームの直江ちゃんが投手で来てくれたら最高やな。そしてね、夏大会でもがっつり活躍してくれたらもうたまんないっすね。はい、ということでじゃあ、この動画最後第4話見ていきましょうか。8月のシンデレランナイン。さあここからどういう話になっていくんでしょうか。直江が投球フォームを変える特訓を始めてから数日が経った。うん、よし絆創膏変えようかな。大丈夫？指すりまくってんじゃんうわ、直江ちゃんその薬指と小指どうしたの？あ、心配しなくても大丈夫です。これも頑張った成果の一つなので。もしかしてそれって投球するとき地面に指をすっちゃってるから？はい、はい、本当はスレスレのところで投げないといけないんですけど、まだ安定してなくて。やっぱ当たるんやな。すごいな、私なんて全然フォーム変わらないままなのにまだあのクソ希少フォームなんかな花山一回映像で見してほしいな、エミのクソ希少フォーム。花山さんのいいところは今の独特のフォームで意表をつけるところじゃないですかそうかもしれないけど、うん、ありがとう。ねえ、今可愛い絆創膏を持ってるからあげる、私からのエール。え、こんな可愛いのいいんですか？ピンク色のクマさんの柄。直江ちゃんみたいに私も頑張らなきゃ。ひとまず今日の紅白戦一緒に頑張りましょう。ああ、紅白戦なんや。はい、さあ紅白戦が始まりました。この日行われた紅白戦で特訓の成果を全力で見せようとする直江。その投球は、えい、だってもうあのヒュっていうあのなんていうのオノマトペがめちゃくちゃ低かったもんな、ね、今ヒュってほら、あ、打たれてるよ。くっ、ボテボテよ、落ち着いて、ファーストで確実に一つ。
アウト。いやまあめちゃくちゃ低いアンダースローって絶対打ちにくいよな。ランナー二塁、進塁はされたけど2アウトまでは来たわ。はい、でも次は有原さん。あーやばいよ、翼はまずいね。何不安がってるのよ、今の直江さんならきっと大丈夫。春大会の後悔を今日払拭しましょう。はい、これで翼抑えれたらちょっと自信つくもんな。普通に春大会の後悔、そうですね、今ここで払拭しておかないと。よろしくお願いします。たゆちゃん特訓を始めてからこの日をずっと楽しみにしてたよ。私も全力で向き合うから。まあ、翼もねアンダースローには慣れてないやろ。そもそも練習する機会ないでしょうからね。対戦もまあめったにしないでしょうから、これ抑えれるんじゃないワンチャン。まずは低め練習通りに。ふん、お、空振り、ストライク。今のはボール球だったかな。有原さん、いきなりあんなにフルスイング。でも有原さんにボール球を振らせた自信を持っていいですよね。いやいいやろ、十分でしょ。えい、ボウ。直江先輩すげえ。あがつまがこんなにシンプルにすげえっていうことないで。うん、ここからでは実感できないですけど、打席から見たらあのリリース位置からの投球はとても打ちづらそうですね。これで2ストライク3ボール、追い込んだ。有原さんを追い込んだ。さあここ油断せずにいきたいですね。必ず抑える。鈴木さん、次の球は、わ、くるんちゃん、高め。直江さん、ここが勝負どころよ。練習で培ったインハイを見せて。翼は追い詰められてる。ここで必ず高めの球が生きてくる。うわー、ここでバシッと決めてほしい。わかりました、鈴木さん、あの日の後悔ここで晴らします。あの日の、ふっ、どうだ。あ、もらった。あー、まだちょっとなんかトラウマっぽくなってんかな。おお、翼、ナイバッティンだにゃー、ホームランだにゃー。あららら、ら、直江ちゃん大丈夫大丈夫。あー、嫌なとこで終わる。はい、ということで第4話見ていきました。いや、ちょっとこのままもうすぐ5話行きたいんですけど、ちょっとね動画的にここで終わりなんですよね。うわー、ちょっと直江ちゃんも次の5話で慰めてあげたい。すぐに、もう今すぐに行きたいけど、まあちょっと一回ここまででね、話していくと、いやでも直江ちゃんいいと思うけどな。めちゃくちゃ低いリリースポイントからね投げていくっていう、まあ最後ちょっと打たれたけど、まあそこはもうちょい練習していけばいけるんじゃないかな。うん、やしね、翼追い込むとこまではいけてるんで、非常に成長してるんじゃないかなと思います。これはちょっとね期待できますね。まあ、野崎あがつまだけでなくね、直江ちゃんもね、エースとして、エースの一角としてね、投げてくれたら心強いしね。うん、なので、非常に楽しみですね。まあ、ちょっともう早く5話行きたいんで、今日はこの辺にしときましょうか。皆さんもね、いろいろコメントあると思いますので、ぜひあのコメント欄に気軽にねコメント書いていってください。よろしくお願いいたします。はい、ということでこの辺で終わりにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次回の8回でお会いしましょう。以上、直接南水さんのチョスでした。バイバイ。